おさん山本周五郎、一の一、これ本当のことなの、本当にこうなっていいの、とおさんが言った。それは、二人が初めてそうなったときのことだ。そして、これが本当なら、明日死んでも本望だわ、とも言った。言葉にすればありきたりで、今更という感じのものだろうが、その時おさんは、全身で哀れなほど震えてい、歯と歯の触れ合う音がしていた。世間には、ありふれていることではあっても、 それは、人間が、一生に、一度、初めて口にする、真実でコンビけのない言葉であった。俺は、ごく平凡な人間だった。職人の中でも、床の間大工と言われ、床柱とランマ、または看板とか飾り板などに、細く彫りをするのが職で、大重のサンタといえば、相当に知られたなだとうぬぼれていた。行場だって、ちっとも自慢することはない、素人の娘、人の神さん、中、新吉原には、馴染みもいたし、品川も知っている。 酔った時にはけことと寝たたあるくらいでただ、心底惚れた相手がなかった、というのが取りえといえば言えたかもしれない。年派、24、仕事が面白くなりだした時だから、女のことなどは、どっちでもよかった。おさんは、大重の帳場で、中丼を務めていた。吉原の若い衆の呼び名のようであるが、仲働きというくらいの意味だろう、言ってみれば、奥と職人とお掛け持ちで、茶を運んだり、弁当の世話をするくらいで。 それほど親しく知り合っってはいなかった後で聞くと、お産の方では、前から俺のことが好きで、自分の気持ちを知ってもらいたいために、いろいろ実を尽くしたということだ。そう言われても、俺には何も思い出せなかった。ちょっと綺麗な女だな、くらいなことは思ったろうが、自分が好かれているなどということは、全く気がつかなかった。それが、10月10日の晩、ひょっとした出来しでそうなってしまったのだ。その夜は、親方の家で祝いがあった。 親方と女将さんが夫婦になってから、ちょうど十二年目に男の子が生まれ、お七夜に親類や組合仲間や、町内の旦那たちや、大重から出た棟領たちが招かれた。派手なことの嫌いな親方だが、よっぽど嬉しかったんだろう、俺たちはじめおい回しの者にまで、八百世の禅が配られ、酒がつけられた。俺は、仲間でも、酒に強い方だから、いい気になって飲んでいるうちに酔いつぶれてしまい、目が覚めてみると、そばにおさんがいた。 俺が手を伸ばすと、おさんのむくろは、何の抵抗もなく、俺の上へ倒れかかってきた。そして、あれが起こったのだ。俺が抱きしめて、まだ、それ以上に、何をするつもりもなかったとき、おさんのむくろの芯の方で音がした。音とは言えないかもしれない、水を飲むときに、喉がごくという、音とも、波動ともは勝ち難い音、抱きしめている俺の手に、それがはっきり感じられたのだ。俺はそれで夢中になった。驚くほどしなやかで柔らかく、 こっちの思うままにしなううぶなむくろの芯で、そんなに強く反応するものがある、ということが、俺を夢中にしてしまったらしい。そして、終わったとも思えないうちに、おさんが言ったのだ。これ本当のことなの、本当にこうなってしまっていいの。全身で震え、力いっぱいしがみつきながら。2の1、アンドンが瞬いた。油が少なくなったのだろう、アンドンが生き物のように、明るく暗く瞬きをし、 油皿で油の焦げる音がした。サンタは、タトウガミの上に並べた小岩や小粒を見守っていたが、油の焦げる匂いに気づいて振り返り、手を伸ばして、安頓を引き寄せた。頭身の具合を直し、油を継ぎ足すと、安頓は、目を覚ましたように明るくなった。23両、彼は向き直って、そこにある鐘を見合った。23両と3分2種か階段を上る足音が聞こえた。サンタは、タトウガミの一方を追って、 並べてある鐘を隠した上がってきた足音は、廊下をこっちへ近づいたが、そのまま通り過ぎていった。サンタは、銅巻と、革の財布と巾着を取り、二十両を銅巻へ入れて丸め、三両二分を財布、残りを巾着へ入れた。そうして、銅巻は、枕の下、財布は、両掛けの中、巾着を枕元へと片付けてから、体側をついて、火鉢の鉄瓶を取ろうとした。鉄瓶は冷たかった。彼は、 鉄瓶に触れてみてみから火箸をを取って火火調べた。火は立ち消えになって白い灰をかぶった炭だけしかなかった。茶が欲しいなと彼は火箸から手を離してつぶやいた。来るのか来ないのかすっぽかしだとすると今のうちに茶をもらっておくほうがいいかな。廊下を足音が戻ってきてちょうった。起きててと障子の外で女のささやく声がした。もうすぐだから待っててね。茶が欲しいな。あらと言って障子を開け。 女が覗いた、そこにあるでしょ。う。水になっちまった、火が消えちゃってるんだ。持ってくるわ、女は、こびた表情で微笑みかけた。寝ないでね。サンタは、膝の上の手をちょっと動かした。女は、障子を締めて去った。彼は、ちょっと迷ってから、懐紙を一枚取って広げ、巾着の中から、小粒を一つ出して包んだ。それを、敷布団の下へ入れ、掛けやぐをめくって横になった。 火鉢の火が消えていると知ってから、やきの寒いことに気がついたのだ。ヤグを、顎のところまで引き寄せて、サンタは天床を見守った。雨漏りの跡のあるすすけた天床で、あんの光が、その一部分をぼっと明るく染めていた。二つ三つは慣れた座敷で、笑い声が聞こえた。夕方に来た四十五人連れの客である。この土地のもので、何かの寄り合いの崩れだとか言ったが、みんな酔っていて、バカな声で。 わわる変わる歌を歌っていた。一刻ばかり、前から静かになり、帰ったのかと思うと、時々笑い声が聞こえてくる。サンタは、すぐに、やっているな、と直感した。どうせ友達同士の一文爆撃だろう、こっちは鉄火場にも出入りするからだであるが、他人のこととなると、たとえ、一文爆撃でも、背筋へ風が入るような、不安な、落ち着かない気分に襲われるのであった。サンタは目をつむった。向こうの座敷がまたしんとなり、 目の裏に、おさんの姿が浮かんできた。顔形はどうしても思い出せないが、全体の姿と、その時々の身振り、泣き声や叫び声、訴えかける言葉などは、つい昨日のもののように、鮮やかにはっきりと記憶からよみがえってきた。彼は、びくっとして目を開いた。障子を忍びやかに開けて、女が入ってきたのだ。女は、派手な色の寝巻きに、しごきを前で結び、髪の毛を解いていた。大寒い女は、 火の入った重納を持って、素足で火鉢へ近寄った、このうちのおかみさんがやかましいの、夕べのこと感じたらしいのよ。無理なまねをするなよ。来ちゃいけなかったかしら無理をするなって言うんだ。無理は承知の上よ。女は火鉢へ火を移し、炭を加えてから鉄瓶をかけた。あたし、こんなうちに未練なんかないんだから。俺は、あそこ,こを立つんだぜ。思った通りね。何が、と、サンタは女を見た。 あんたが立つことよ。女はしごきを解いてからあんを消しこっちへ来てサンタの横へ滑り込んだ冷たくってごめんなさいねえあたしお願いがあるの断っておくが俺は女房持ちだぜおかみさんにしてくれなんてんじゃないのと言って女は含み笑いをしたちょっとのまこうさせてねすぐにあったまるからあたしのむくろってあったかいのよ1-2あたしおかみさんにしてもらおうなんて思わないのよ父さんは言った 夫婦になろうと言い出したのは俺の方だ、後で分かったのだが、お産には親元で約束した男があり、その年が明けると、祝言をするはずになっていた。俺は知らなかったから、お産を解き伏せた上親方の許しを得て、世帯を持った。牛米魚町の騎兵店といい、路地の奥ではあったが、一戸建ての家で、後ろが円宝寺という小さな寺の土塀になっていた。まだ年も若いし、通いの職人で、一戸建ての家は贅沢だが、 俺にはその方がいいという感があったし、20日と経たないうちに、自分の勘の当たっていたことが分かった。それは、そもそもの初めから、つまり、初めてお産を抱いたときから、分かっていた、という方が本当だろう。俺を夢中にさせたお産の体は、一緒になると、すぐに、この世のものとも思えないほど深く、そして激しく俺を酔わせた。誰でもこんな風になるの、恥ずかしい、どうしてあんなになるのかしら、女って嫌だわ、とお産が言った。 それは、自分で気がついたからだ。誰でもというわけじゃない、お前の体がそう生まれついたんだ。と俺は言ってやった。大概のものがそれほどには感じないんだ。そういう体は、ごく稀にしかないし、そう産んでくれた親をありがたいと思わなければいけないんだ。嫌だわ、恥ずかしい、あたし自分が嫌になったわ、父さんは言った。夫婦暮らしも一応落ち着き、気持ちにゆとりもできてからだ。不思議なことに、恥ずかしいと口癖のように言い出してからあと、 っってそれが激しくなったお産のムには、全体に、目の細かな神経の網が潜んでいた。その網の目は、ごくに細かく、異常に敏感であった。ムのどんな部分でも、たとえ、種子の先端にでも、そういう気持ちでちょっと触れば、すぐ全身に伝わって、細かな神経の網目に、波動と連縮が起こり、それが、目の色や呼吸や、筋肉の修練や、尻指や脊椎の屈伸に強く現れた。全く意識しないものであり、 一度始まると、お産自身にも止めることができなかった。正月になり2月になった。俺は、一戸建ての家を借りてよかったと、つくづく思ったものだ。隣が壁一重でもあったら、朝晩の挨拶にも困ったことだろう。幸い、後ろは寺の土塀だし、長屋とは67軒も離れていた。近所の者には気づかれずに済んだが、達造は勘のいいやつで、その上同落者だから、女には目が肥えていたようだが、ある時、 不審んじづけりと、うんや上がった。昼の弁当の後だ。周りには、だいぶ職人がいて、達蔵の言うことを聞いて笑った。意味をよく飲み込めない笑いだが、俺は、カッとなって達蔵を殴りつけた。怒りではなかった。言われた言葉に怒ったのではない、自分だけしか知らないおさんの体の秘密を達蔵に感づかれていたということの嫉妬だった。冗談だよ、気に触ったら勘弁してくれ、と達蔵はすぐに謝った。 人の女房のことなんかに気を回すな、と俺は言ってやったが、図星を刺された恥ずかしさは隠しきれなかった。達像はまた謝ったが、その目は笑っていた。二の二、お湯が沸いたわ、と女が言った。お茶を入れましょうね。三タは、黙ったままで手を離した。こら、この汗襟を合わせながら起き直った女は、襟を広げ、小さいけれどもこりっとしまった、層のちぐさの間を撫でた。ごらんなさい、こんなよ。 風をひくぜ、と、サンタが言った。女はヤグの中から抜け出し、しごきを締めて火鉢の方へ行った。あんは消したままだが、すぐ近くにある廊下あかりで茶を入れるぐらいのことに不自由はなかった。あんた女房持ちだなんて嘘でしょ、と女が手を動かしながら言った。女房持ちだよ、とサンタが答えた。嘘よ、一人身と女将さんのある人とはすぐにわかるわ、あたし昨日からちゃんと見ていたの。顔を洗う時 ご飯を食べるとき、茶を飲むとき、それから寝るときも、ね、おかみさんのある人はやりっぱなしだし、何でも人にやらせようとするけれど、あんたは、自分できちんと何でもするし、手順も滑らかだわ、それは、身の回りのことを自分でする癖のついている証拠よ、と女が言った。サンタは、眠そうな声で、あくびをしながら言い返した。自分のうちにいる時ときと、旅とは誰だって違うだろう。女は、茶道具を持ってこっちへ来、枕元へ置いて、 自分は、ヤグの上へ座って茶を入れた。どうして、そんなにおかみさんのあるふりをするのと、女が言った。はい、お茶。サンタは、だるそうに腹ばいになり、女の手から湯飲みを受け取って、ゆっくりと茶をすった。何か女で懲りたことでもあるの。おだてるな、と、サンタが言った。そんなにモテる絵じゃねえや。昔のことだけれど、あたしキムさんって人を知ってたわ、と言いかけて、女は、急にかぶりを振った。バカねえ。どうして ここんなことを言い出したのかしら、ねえ、お願いがあるのよ。女房持ちだって断っておいたぜ。そんなことじゃないの、一緒に江戸まで連れてってもらいたいのよ。サンタは、振り向いて女を見た。迷惑はかけないわ、と、女は言った。自分の入費は自分で払うし、江戸へ着いたらすぐに別れるつもりよ。ねえ、お願い、道中だけおかみさんってことにして連れて行ってちょうだいな。昨日初めて会ったばかりだぜ。晩にどうして、女は、 目に媚びを見せた、いくら、こんなはた宿の女中をしていたって、誰の言うことでも聞くような女じゃないわ、それとも、あんたにはそんな女に見えたの。どんな女とも見なかった、ただ、決して後悔はしないだろうと思ったな。させなかったつもりよ、そうでしょう。もういっぱいもらおうと、サンタは、湯飲みを女に渡した、どうして江戸へ行くんだ。田舎が嫌になったの。帰る家はあるのか。友達が、両国の近くにいるわ。 料理茶屋に勤めているのと女が言ったまだ生きていればだけれど生きていたって女は身の上が変わりやすいもんだぜその変わりくいっぱぐれもないものよ茶を入れてサンタに渡しながら女は言ったいいでしょう連れてってくれるわね明日は早立だちだぜ支度はできてるのよ女が言ったサンタは興ざめたような目で女を見たよっぽど甘い男に見えたんだな頼もしいと思ったのと女が言った お茶と菓子を持っては行ってきて、き初めてあんたの顔を見たとたんに頼もしい人だなって思ったのよどこかで聞いたようなセリフだぜしょっちゅうでしょ女ならみんなそう思うだろうと思うわ女はそっと彼へ寄りかかったよかったこれで安心したわサンタは湯呑みをボンの上へ置いて横になった女はかけやぐの具合を直しムクを滑らせてサンタに抱きつきながら喉で低く笑ったそして 一時のち、サンタは女の顔を見守っていた。女は眉をしかめ、力を込めて目をつむっていた。力を込めているために、上まぶたにもしわが寄っていた。潜めた眉と眉の間のしわは深く、刻まれたような、はっきりした線を描き、そこに汗がたまっていた。半ば開いている口の両端は、耳の方へつり上がり、そこにも、急に力を込めたり、また緩めたりする様が認められた。いまだ、 とサンタは思った。おいと彼はささやいた。お前なんて言うんだ。女の激しい呼吸がとなり、力を込めてつむっていた目から、すーと、力の緩むのが見えた。上まぶたのしわが平らになり、眉と眉の間が開き、女は、眩しそうに目を開いた。何か言って、今言った通りさ、サンタは、声に、意地の悪い調子を含めた、聞こえなかったのか。名を聞いたんじゃなかったの。聞こえたんだな。 およ、と言って、女は身もだえをした、嫌だわ、こんな時に名を聞くなんて、どうしたのよ。サンタは、いい名だな、と言った。1の3、初めて、あんたにお茶を持って行ったとき、あんたの顔を見るなり好きになったのよ、父さんは言った。出仕事に行っていて、親方と打ち合わせがあって帰り、店で話していたとき茶を持ってきたのだという。こっちはまるで知らなかった。女に不自由しなかったというより、 仕事で頭がいいっっぱいだだたからだ同じ年頃でも友達仲間では暇があるとそんな話ばかりするものがあるし色ごとなんぞにはまるっきり無頓着なものもいる世の中に男と女がある以上男が女を重い女が男を思うのは当然だろうけれども人間はそれだけで生きているものじゃない生きるためにはまず仕事というものがあるし人並みなことをしていたんでは満足に生きることはできない いくらかましな暮らしをしようと思えば、人に真似のできない仕事、誰も気づかない工夫、新しい手、といったものを作り出さなければならない。それはいつもたやすいことじゃない、ほんの爪の先ほどの工夫でも、油汗を流し、真のなえるほど苦しむことが少なくない。だからこそ、一度工夫しあげた喜びも大きいのだろう。男にとっては、惚れた女を口説き落とすより、そういう時の喜びの方が深く大きいものだ。 女との常時は飯のようだと言っては悪いか。人間が腹が減ると、飯が食いたくなるが、食べてしまえば、飯のことなどは考えない。俺は割によくてだったが、それでも、おさんと夫婦になる前に、かなりな数の女を知っていた。色恋というのではない、ちょうど腹が減って、飯を食うようにだ。あとはさっぱりして、大部分の相手が、顔も名も覚えてはいなかった。中にいた女とは2年越しなじんだけれども。 ただ口に慣れたという気安さのためだったと思う。そんな風だから、お産のことなども目に入らなかったのだが、夫婦になってからは、それがびっくりするほど変わった。夫婦の常時は、空腹を満たすものではない、そういうものとはまるで違うのだ。単に、男と女の交わりではなく、一生の哀楽を共にする夫婦のお互いを結びつけ合うことなのだ。その結びつきのうちに、お互いを確かめ合うことなのだ。俺がそう気づいたとき、 俺をあんなにのぼせ上がらせたお産のムクが、お産を俺から引き離すことに気がついた。お産自身でも止めることのできない、あの激しい闘水が始まると、お産はそこにいなくなってしまう。完全な洗脳状態で、生きているのはその感覚だけだ。親銀もおえつもお産のものではないし、ちぎれちぎれな呼びかけや訴えにも全く意味がない。それは、俺の知っているどんな女の場合にも似ていなかった。ジョージとは、お互いが、 お互いの中に快楽を認め合うう。ことだろう与えることと受け止めることの喜びではないか。お産はそうではないのだ。はじめはそうだったが、日が経つに従ってそうではなくなった。喜びが始まるとともに、自分も相手もいなくなってしまい、ただ、その感覚だけしか存在しなくなる。男が最も男らしく、女が最も女らしく結び合う瞬間に、結び合う一点だけが、目を覚ました生き物のように躍動し始め、その他のものはすべて押しのけられるのだ。 それは陶酔ではなく、むしろ、その度に何かを失っていくような感じだった。そうして、やがて、その専門状態の中で、おさんは、男の名を呼ぶようになった。初めてそれを聞いた時の気持ちは、ひどいものだった。失神しているようなありさまの中で、一と、現、はっきりと、人の名を呼んだのだ。俺はいきなり、胸へきりでもと突っ込まれたように、他に男がいるなと思った。今でも、あの時の気持ちは、 忘れることができない、他の場合ならともかく、そういう状態のさなかなのだ。自制をなくしているから、普段心に隠していたことが口に出た、そう思うのが当たり前だろう。俺は、おさんに男ができたと思った。他の細かい感情を取り上げるまでもない。俺は、おさんの肩を掴んで揺り起こし、相手は、どこの誰だと問い詰めた。おさんが、はっきり意識を取り戻すまでには、いつも暇取る、俺はカッとなっていたから。 引きずり起こしてを撃ったごめんなさい、堪忍して、父さんは、まだはっきりしないまま謝った。俺は、なお、二つ三つ平手打ちをくれ、おさんは、怯えたようになって、目を覚ました。どうしたの、何か気に障るようなことをしたの、父さんが聞き返した。俺はさっきだっていた。本当に殺してやりたいとさえ思っていたのだ。おさんは、あっけに取られ、俺の気が狂いでもしたのではないかというような目つきで、じっと、 俺の顔を見つめていた。それからニッとほほえまし、固く縮めていた、肩の力を抜くと、大きな息をつきながら言った。ああ、驚いた。何事かと思ったわ。いやあねえあんたらしくもない。あたしが殺されたって、そんなことのできる女じゃないってこと、あんたにはちゃんとわかってるじゃないの。いいえ、知らなかったわ。あの時になると、あたしなにもわからなくなるの。父さんは言った。何にも見えないし、聞こえもしないし、自分がどうなっているかもわからないのよ。 そうね、そんな名前には覚えがないわ、ええ、死んだおとっつ、あんの名がそうだったわ。でも、まさかあんな時に、おとっつ、あんの名を呼ぶなんていうことがあるかしら。そして、おさんは、肩をすくめながら、喉で笑った。何かを隠しているとか、ごまかそうとしている、といったような感じは、全くなかった。嬉しいわ、あんたにやきもちを焼いてもらえるなんて、こんな嬉しいことはないわ、おさんは、そう言って俺に抱きついた。 宿を出たのは、まだ暗いうちだった。9月に入ったばかりだが、山が近いので気温も低いし、濃い霧が巻いていて、すぐ間近にあるはずの山も見えなかった。早川の流れも目の前にありながら、白く砕ける波がおぼろげに見えるだけで、瀬音とも霧にこもって、遠近の差が感じられなかった。魚や野菜の荷を背負って登るアキンドたちと、すれ違いながら、三枚橋まで来て、サンタは立てちょうった。おふさという女が、そこで待っていてくれ。 と言ったのだサンタは何も事情は聞かなかった。江戸まで一緒に行くということ、江戸へ入ったらすぐに別れること、それだけの約束であった。おふさという女にはしっかりとしたところがあるし、世間のことにも慣れているようだ。旅に必要な手続きなどはもちろん、こっちの負担になることをするような心配もないらしい。サンタの方でも旅の道連れという以上の気持ちは少しもなかった。振り分けの2と 仕事道具の包みを肩に、橋のたもとで立てちょうると、後ろでおじちゃんと呼びかける声がした。見ると、9つばかりになる子供が懐で押して、半ば逃げ腰になったまま、期限を取るように笑いかけた。ようと、サンタが言った。どうした坊主。まだ、こんなところにいたのか。おじちゃん大里屋に泊まってたね。おめえ、藤沢へ行ったんじゃねえのか。子供は、探るような目つきをし、低い声で答えた。俺、 腹が減っちゃったんだよ。今でも減ってるのか。子供はこっくりをし、素早い目つきであたりを見た。ここじゃどうしようもない、一緒に行こうと、サンタが言った。どこかに茶店でもあったら、何か食うさ。子供は上の空でうなずいた。ゼミが欲しいんだな、とサンタは思った。その子供とは沼津であった。道を歩いていると後城から来て呼びかけ、おじちゃん、俺腹が減っちゃったんだよ、と言った。来てるのは 腰っきりのぼろ、顔も手足も真っ黒に日焼けして、赤だらけで、髪の毛はぼうぼうと逆立ったままだし、もちろん裸足で、上の帯を締めていた。その時は銭を与えたが、箱根の宿でまた呼び止められた。また、腹が減っているというので、茶店で饅頭でも食わせようと思ったら、急いで藤沢まで行かなければならないと答え、茶店へ入ろうとはしなかった。そこでも、銭をいくら隠れてやったのだが、3日たった今。 この湯元の宿の外れにいて、同じように、腹が減ったと呼びかけられた。しかも、大里屋に泊まっていたことを知っているとすれば、自分の後をつけてきたのかもしれない。哀れっぽく持ちかければ、すぐに銭をくれる、うまいかもだと甘く見たか。たぶん、後ろに親がついているのだろう、とサンタは推察した。お待ちおさまと言いながら、おふさが小走りにやってきた、待たせちゃってすみません、忘れ物をして戻ったもんだから。お拾いでいいのか。 歩くのは久しぶりよ、ああいい気持ちと言って、おふさは、子供の方を見た。おや、お前はまた、こんなところでうろうろしているのかい。子供は後ずさりをした。その子を知ってるのか。ついてきちゃダメ。あっちへおいでおふさは、子供にそう言って歩き出した。3年くらい、前からああやって、この街道をうろついては、人にねだってるのよ。はじめはこじきの子かと思ったんだけれど、そうでもないらしいもね。家や親がないのか、自分で飛り出しちゃったのかわからないけれど。 ああやってうろうろしているのが好きらしいわ。まだ八つか九つくらいだろう。三年前にそのくらいだったから、もう十一か二になるんでしょう。うもりか走り遣いにでも雇ってやろうというものがあっても、決して寄りつかないの。あんな性分に生まれついても困るわね。サンタは歩きながら振り返ってみたが、子どもの姿は、霧に隠れて見えなかった。おふさは、鉄鋼をし、キャハンをかけ、裾をはしょった上に、霧よけの皮膚を羽織っていた。荷物は、小さな風呂敷包みが一つで。 頭は手ぬぐいの姉様かぶり、いかにも旅慣れたような軽いこしらえであった。宿長は、どういうことになるんだとサンタが聞いた、兄弟とでもするか。霧が晴れるわ、今日はいいお天気になってよと言って、お房はサンタを見上げた、決まってるじゃないの、あんたのおかみさんよ。切手はどうする。あたしの方をそうしておいたから、大丈夫、迷惑はかけないって言ったでしょう。例でも言おうか、と言いかけて。 サンタは口をつぐんだこの女とは今日で三日目の付き合いでしかないのにどういうものかついこっちの口が軽くなる彼は江戸の大重の長蛇でも部合外無口で通っていたし大阪で二年半暮らしたがそこでも同じように言われたし友達のようなものは一人もできずじまいだったそれが大里屋で泊まった初めの夜半ごく自然に夜ふさとそうなりそして自分で嫌になるほどつい軽口が出てしまうのであった ねえ本当のこと聞かしてよとおふさが言ったあんた一人身なんでしょ淳いな会いたければ神さんに会わしてやるぜあたしが押しかけ女房になりたがってるとでも思うののけろよ馬が来るぜとサンタは言った1-4髪方に仕事があるから行ってくると俺が言い出したときおさんはどうぞと答えたお前は待っているんだがいいかと聞いたらええ待っていますとうなずいた 髪型に仕事があるということが口実であり、このまま夫婦別れになるのではないか、と直感したようであった。いつ立つんですか。向こうの都合で急ぐから、この25日に立つ予定だ。そう、では3日しかないのね、と言いながら目を背けた。そのまま何も変わった様子は見せなかった。あんまり変わらなすぎるので、俺の方がかえって落ち着かず、心が痛んだものだ。そして、明日いよいよ立つという前の晩、おさんは、 我慢が切れたように、泣いてくどいた。あんたは別れるつもりでしょう。ごまかしてもダメ。あたしには分かってるの。あんたは別れるつもりなのよ。父さんは言った。俺は黙るより仕方がなかった。どうしてなのあたしのどこが行けないの言ってちょうだい。何が気に入らないのまさか、あの昼顔のことじゃないでしょうね。と言って、おさんは、涙の溜まった目で俺を見つめた。昼顔、雨降り朝顔ともいう、あのつまらない花のことだ。 そう言われて思い出したのだが、夏の終わりごろだったろう、茶ンスの上に、俺は、その花を見つけたことがあった。朝顔に似ているが、もっと小さな、薄桃のつまらない花を、古いお白い壺に生けてあるのだ。その花を摘むと雨が降るって、子どもの自分から言われていた。迷信に決まってるが、誰でも知っていることだし、職人は、縁起を担ぐものだ。雨は、俺たち職人にとって禁物だから、こういうことはよせと言った。ところが、 お産はよさない、ひょいと気がつくと、その花が生けてある。叱ってやると、俺の目につかないところに生けておくという始末だ。どういうつもりだ、と俺は問い詰めた。ごめんなさい、あたし、この花がかわいそうでしょうがないの、父さんは言った。他の大抵な花は大事にされるのに、この花は、誰の目も引かない、地面に咲いていれば、人は平気で踏んづけていってしまう、それがかわいそうだから、つい摘んできて生けてやりたくなるのよ。俺は、 それっきりこのとは言わなかった。おさんは、そのことが原因ではないかと思ったらしい。俺は、曖昧に口を濁した。そうだとも、そうではないとも言わなかった。本当のことが話せたらいいのだが、口に出して言うわけにはいかなかった。夜のあの時おさんと一緒になるたびに、二人がそこから押しのけられ、俺が、自分の中から、いつも何かを失うように感じる、という事実をどう説明することができるか。また いくたびか失神状態になるとき、お産の口から漏れる人の名を、いちいち聞き正すことのとろを覚めてから聞くと、それは、大抵幼い頃の、友達とか父の友人とか、少女時代に住んでいた長屋の怖い差配、などという類いだったし、お産に隠した男などがないことは、もうはっきりしていたが、どんなに惨めであり、しかも、やはり平気には聞き逃せない、という気持ちを言い表す言葉を俺は知らなかった。仕事が終われば帰ってくるよ、と俺は繰り返した。 きっとね、待ってるわよ、父さんはいい、すぐにまた泣き出した。あんたにいなくなられたら、あたしは、すぐダメになってしまう、すぐめちゃめちゃになってしまうわ、父さんは言った。1年か2年は慣れてみよう、俺は、心の中でお産に言った。その間に事情が変わるかもしれない、お産の癖が治るかもしれないし、俺自身が、もっと大人になって、お産の癖についていけるようになるかもしれない。口には出さず、心の中でそう言った。 真実そう思っていたからである。俺は家主の騎兵にお産のことを頼み、急な場合のためにいくらか金を預けて江戸を立った。すると、50日と建たないうちに騎兵から来た手紙でお産が男を引き入れているということを知った。男は達造であった。2-4、海が荒れてるのかしらとお房が言った。あれ、波の音でしょう。酒がないんじゃないか。今そう言ったところよ。 私にもちょっと飲ませて。なんだ、勧めたときは首を振ったくせに、サンタは監督栗を振ってみてから、それをおフサに渡した、自分でやってくれ。あら、白状なのね。俺は尺が下手なんだ。そのおちょこでいただきたいわ。そっちにあるじゃないか。そのおちょこでいただきたいのと言ってから、おフサは、急いで、指を1本立てた。あ、大丈夫、あんたは女房持ち、わかってますよ。サンタは、 自分の杯をやったそう海が近いとも思えないのに波の音がかなり高く聞こえてきた間もなく十四五になる不愛想な女中が馬にと酒を持って現れた箱根と違ってこの大磯の宿は気温も高く湯上がりの肌には浴衣一枚で十分だった女中が去るのを待ってお房は新しい杯をサンタにとってやり釈をしたそれからどうした やっぱり半年そこそことおふさが答えたその男とも別れちゃったわ浮気性なんだなそうじゃないとは言えないわね自分ではいつも本気だったし一生苦労を共にしようと思うんだけれどどの男もすぐにそこが見えて退屈で退屈でやりきれなくなっちまうのよ未練は残らずかそんなのは一人もなかったわおふさはそっと酒を吸った浮気性っていうより男みたいな性分に生まれたんじゃないかと思うの自分でよく考えるんだけれど 私には、女らしいい情愛というものがないいらしののね。女のする仕事も好きじゃないし男の人に実を尽くすとか細かしく面倒を見てあげるなんていう気持ちになれないのよそうでもないようだぜどうしてと言ってからお房は片手で頬を押さえながらサンタを見て急に目の周りをぼうと染めた嫌だわあんたは別よこんなこと初めてなのよすは何をキザだものお房は酒をすすったが目の周りは一層若くなった それより、あんたのことを聞かせてよ、おかみさんってきれいな人、子供さんは何人。話すようなことはないが、子供はないし、かみさんだって。どうなの、ねえと、おふさは、からかうような目をした、きれいじゃないって言うの。病人のある家へ行って、寺の話をするなって言うぜ。何が寺の話よ。何でもないさ、飯にしよう。怒らしちゃったかしら、気に触ったら謝るわ、ごめんなさいおふさは、ちょっと頭を下げた。 私どうかしちゃったみたいよ、自分で順にことが嫌いなのに、こんなに順にことがかり言うなんて、わけがわからないわ。酔ったせいだろう、飯にしないか。おフサは、右手を畳へついた。膝の上にあった手の右の方だけ、滑るように畳へつき、ふむいて口をつぐんだ。急に酔いが出たのだろう、サンタが呼びかけようとすると、おフサは素早く立って行き、廊下へ出て障子を閉めると、小走りに去る足音が聞こえた。サンタは お禅の向こうを、気抜けのしたような目でぼんやりと見守った。暗闻の火が瞬き、禅の上にある食器の影が動いた。波の音が際立って高く、一人っきりになった座敷の、しんとした空気を震わせるように響いてきた。女があり男があるサンタは、手酌で注いだ酒を、ゆっくりとすすりながら、つぶやいた、悲しいもんだな。彼は、両親のことを思った。父の弥平は大工の棟梁だったが、隣食なくせに、 人の良い性分でいいでつも損ばかりしていた不審を請け負うたびに損をするか、たまに儲けたと思うとうまく騙されて金を貸し、相手に逃げられてしまう。酒はほとんど飲まないし、女遊びもしなかった。サンタが5つの時と8つの時と2度、その父親が深川あたりの芸にと逃げたことがあった。詳しい事情はわからないが、母親の愚痴話から推察すると2度とも女に騙されたらしい。どっちの場合も、 かなり多額な金を使っているのに、三十日そこそこで父親は帰ってきたようだ。華やいだ話はその二度だけで、あとは、付き合い酒もろくに飲まず、べた一足を買うのにさえ、渋い顔をするといったような、およそ大工の棟梁と夕食とはかけ離れた、ケチくさい暮らし方をしていた。母親は、陰でこそ愚痴を言うが、良人に逆らったり、意見悲しいことを言ったりするような試しは一度もなかった。食事のおかずこしらえをするのが好きで、 銭をを使わずにびっっくくりするほどうまいものを作ってくれた。人の良いところは、良人に似ていて、頼まれると、嫌ということができない。頼まれなくとも、人が困っているなと見ると、金や物を運んでやる。それに気づいた時の、父親の渋い顔を、サンタはよく覚えていた。二人は、どういう縁で夫婦になったのか。二人はお互いに満足していたのだろうか。サンタはじっと思い返してみた。母は、彼が、 17の年に死に、父親は2年遅れて死んだ。父の駆け落ちということはあったが、平成の生活は変化のない落ち着いたものであった。サンタは、今でも忘れずにいるが、死ぬ前の年に、母は、出入りの左官屋の女房と話していて、確か、亭主が道楽ばかりして困ると、左官屋の女房が訴えていたのだと思う。それに対して、母親は、こういったものだ、うちの人のように固いばかりでも張り合いがない、私だって、たまには、 焼き餅の一つも焼いてみたいわ。左官屋の女房を慰めるつもりもあったろうが、16歳になっていたサンタには、母親の口ぶりに本心が含まれていることを知って、すっかり驚かされた。ちょうどいい夫婦だったのかもしれないがサンタはそうつぶやいた。世間の大抵の夫婦が似たようなもので、似たりよったりの一生を送るんだろう。おさんと俺のような場合は、ごくまれなことに違いない。おふさが戻ってきた。監督栗を2本持っていて、これをもらってきたの、と言いながら、 元の席へ座ったサンタは女の顔を見ないようにしながら、俺はもうたくさんだと言った。そんなこと言わないで、機嫌を直して飲んでちょうだい、とおふさが言った。怒ってなんか癒やしない、おかしなやつだな、とサンタは苦笑した。よし、それじゃ、あと一本だけ飲もう、俺はそんなに飲める口じゃないんだ。ありがとうとおふさは微笑した、今つけるわね。1の5、家主から知らせがあった後。 ほとんど半年近く経って、おさんから手紙が来た。おさんは、字が書けない、誰かに頼んだのだろう、女の手で、金文字だけ並べてあるが、漢字読みをしても意味のわからないところがたくさんあった。おさん自身が、自分の気持ちをどう言い表していいかわからない、というところだろう、三尺以上もある手紙を要約すれば、あなたのことを忘れるために、いろいろの人と付き合ってみた。けれど、どうやってもあなたを忘れることができなくって苦しい、私自身は。 二度とあなたに会えない無クになってしまった、それでも、私には後悔はない、あなたと三日でも夫婦になれたら、それで死んでもいいと思ったのだから、そして終わりに、江戸へ帰っても、自分の行方は探さないでくれ、と書いてあった。俺は、その手紙を引き裂いて捨てた。俺のことを忘れるためにだって、いい加減なことを言うな、お前の体が承知しなかったんだろう、そのことなしでは、一度晩も過ごせないから、男をこしらえたんじゃないか、分かってるぞ、と俺は言ったっけ これで蹴りはついた。江戸へ帰っても探すようなことはないから心配するな。そして、間もなく、家主の騎兵から、二度目の手紙が来た。おさんが、次々に男を連れ込むので、長屋の女房たちがうるさいから、家を開けてもらった、棚な賃の残りは預かってある、という文面だった。男は達像だけではなかったんだ。おさんの手紙では要領を得なかったが、どうやら二人や三人ではないような感じだ。こいつは牛込めは帰れないな。 と俺は思った。長屋の人たちにはもちろん、家主にだって合わせる顔はない。どうともなれ、当分は髪型暮らしだ、と、俺は腹を決めた。俺はお産を憎んだ。手を出した俺も悪いが、お産が首を振れば何事もなかったんだ。後で聞くと、お産には、縁談の決まった相手がいたというし、俺は、別に向きになってたわけじゃない。酔い潰れた後の、ほんの出来心だった。目が覚めたら側にいたから、 ひょいと手を出した。くどこうなんて、気持ちはこれっぽっちもなかった。それがわからないはずはない、わかっていて、おさんは身を任せた。あいつは、前から俺が好きだと言った。これでもういつ死んでもいいとさえ言った。その気持ちに嘘がなければ、一年や二年、待っていられないということはないだろう。俺が爆撃場へ出入りするようになったのは、その後のことだった。それまでは、花札にもサイコロにも。 手を触れたたことさえなかった親父が嫌いだったし、爆撃のために身を誤った人間を行くたりも知っていたからである。俺はそれを忘れなかった。仕事が上がって手マキンが入ると、それを三つに分ける、一つは暮らしの分、一つは雑用、残った分だけ爆撃をした。負ければ、それっきり、他の二つの分には絶対に手をつけないし、勝ち目に回ったときでも、倍になったらそこでやめる。 どんな鉄火場でもそれで通した。死んだ親たちの気性が伝わっているのか、それ以上の欲もかかなかったし、ボロを出すようなこともなかった。仕事の方も案外うまくいってた。床の間の仕事は、髪型の方が本元で、いい職人も少なくないが、型にはまったことしかしないためだろう、俺の江戸風な仕上げはかなり評判になった。噂に聞いた通り、女も、よし、酒も食べ物もうまい。このまま 髪型に根を下ろそうかと思ったくらいだが、2年目になった頃から落ち着かなくなった。魚も野菜も確かにうまいし、料理の仕方もあっさりと凝っている。だが、俺は、鯛の刺身より、イワシやサンマの塩焼きの方が恋しくなった。酒だって、江戸のあっさりした方が口に合うし、初めは優しいと思った女にしても、慣れてみればベタベタした感じで、江戸の女たちのさらっとした肌合いにはかなわない。おまけに、仕事の交渉の面倒なことだ。 飾り板一枚でもとことんまでねぎられる、感情払いはいいけれども、注文が決まるまでのやり取りにはうんざりさせられた。それがワン旅のことだから、だんだん嫌気がさしてきた。そこへ、宗七から手紙が来た。宗七は俺の弟分で、年は、二十一、まだ大重に住み込んでいた。手紙は、大重の没落の知らせだった。年の暮れになって、店が火事で焼け、みんな、着物一枚で逃げた。おかみさんと子供は、 危なく死ぬところだったが、親方はそのことで、真から怯えてしまったらしい。せっかく授かった子を、二度とこんな目に遭わせたくないと言って、八王子在の故郷へ引き込んでしまった、ということであった。自分は、浅草駒形の大台に住み込んでいるが、とあって終わりに、お産のことが書いてあったのだ。京橋二丁目に不審状があり、通い仕事に行っていたとき、お産の姿を認めたので、つけて行ってみると、住谷川岸の裏長屋へ入った。 近所でそれとなく聞いたところ、作事という男と一緒だと分かった。男は、すぐ、近くの大賀町に妻子があり、どこかの料理茶屋の板前だそうだが、どうやら、暮らしは楽ではないように見えた。余計なことかもしれないが、タツアニーとのことは知っていると思う。タツアニーとはすぐ別れて、その後、続けざまに、幾人か男を作ったらしい。魚町の家を出てからのことは知らないが、今度の作事という男とも長いことはないだろう。 サンター兄は、いい時に別れたと思う、そういうように書いてあった。俺の気持ちはぐらつきだした。未練は少しもないが、おさんが哀れに思えてきた。自分が上方へ来たのは、役逃れをしたようなもので、その代わりに、おさんが、一人で災いを背負った、という風な感じがし始めたのだ。江戸が恋しいのと、おさんをどうかしてやりたいという気持ちが、結局、こうして俺を返すことになった。関東の人間には、 髪型の水は合わないという、確かにその通りだ。俺は、もう髪型へは戻らないだろう、おさんが、どんな事情になっているかわからないが、もしできることなら引き取って、もう一度やり直してみてもいい。憐れみや同情ではなく、傷つき病んでいる者に手を差し出すように。やれるかどうか、やれるだろうか。幾人もの男から男へ渡った女を、また女房にすることができるか。今は、遠くは慣れているから。 哀れだという気持ちが先になる現にその顔を見て、幾人もの男に触れた女だ、ということを思い出したらどうだ。おさんが幾人もの男に抱かれたという事実は、生涯二人について回るぞ。それでも、夫婦として暮らしてゆけるか。早まるなよ、一時の哀れさに負けるな。自分ではいいつもりで寄りを戻しても、いつか我慢できなくなって、また別れるようなことにでもなったら、今度こそ取り返しがつかないぞ。まあ落ち着け。 そうガタガタタするな。な俺も26になったんだ。偉そうな口を聞くようだが、2年前の俺とは少しは違っていると思う。おさん、この勝負は、お前と俺でつけるんだ。わかったな。俺は、きっとお前を探し出してみせるよ。2の五、外は知らんできたわと言いながら、おふさが入ってきた、眠ってるの。サンタは、枕の上で振り向いた。おふさは、かけやぐをめくって、彼の横へ身を滑らせ。 頬ずりをしてから顔を離した。朝顔が咲くのを見たわ、お房は、ヤグの中で、サンタの手を引き寄せた、手洗い鉢の脇の袖書きに絡まってるの、何か動くようだからひょいと見たのよ、そうしたら、朝顔のつぼみが開くところだったの。9月に朝顔が咲くのか。小さいの、これくらいお房は片手を出し、母子と触手で大きさを示した、それがまるで生きてるみたいに、嫌だ、生きてるんだわね、お房はくすっと笑った、くるくるっと、こういう風にほぐれるの。 巻いているつぼみがくるくるっとほぐれて先のところにほころびができるの着物のやつ口みたいにひょっとほころびができたと思うとそれがパラパラっとほどけてポワーッと咲くの何がおかしいのよはじめがくるくる中がパラパラそしてポワーかまあいいよ悲しかったわとおふさはため息をついていった9月の朝顔。時効はずれだから見る人もないでしょう花も小さいし実もならないかもしれないのにつぼみであってみればやっぱり咲かなければならない そう思ったら、哀れで哀れでしょうがなかったわ。サンタは、似た呼吸ほど黙っていて、人間の方がよっぽどと言いかけたまま、寝返りを打って、オフサに背を向けた。ねえ、しばらくしてオフサが言った、こっちへ向いて、一度眠りするんだ。オフサは、彼の背中へ抱きつき、全身をすり寄せた。だって、もう今日で別れるのよ。神奈川の宿で約束したろう、江戸には神さんがいる、今夜が最後だって。 女房の待っている土地では浮気はできないって、そうよ、約束はしたわ、と、おふさはささやいた、もし、本当におかみさんが待っているなら、ね、サンタはじっとしていた。あんた、あたしのこと嫌いじゃないでしょ。今なんて言った。あたしのこと嫌いじゃないでしょって。その前にばと、サンタは遮った。お前、何か知ってるのか。誰あたし、おふさは、彼の肩から顔を離した、知ってるって何よよ。俺のかみさんのことだ。 本当に神さんが待っているならって、妙なことを言ったようだぜ。どこが、妙なの、嫌な人をふさわ、含み笑いをした、本当に待ってるかどうかって、そのくらいのこと聞いたっていいじゃないの、あたしあんたが好きなんだもの。あとを言うな、サンタは、また強く遮っていった、初めから女房持ちだと断ってある、一緒に旅をするのも、江戸まで、江戸へ入ったらすぐに別れるって、自分の口から言ったはずだぜ。あたしは、覚えのいい方よ。 ここは芝野老月町だ。この宿は、飯田屋、よく覚えてるでしょと、お房は言った。あんたこそ思い出してよ。あたし今、今日でお別れだって言ったじゃありませんか。サンタは黙った。本当のことを言うと、あたし男嫌いだったの、おふさは。そっと、サンタのムから離れながら行った。何人もの男と世帯を持ったような話をしたけれど、あれはみんな嘘。1十六の年嫁に行って、半年で飛び出したっきり、男はあんたが初めてだったのよ。 サンタは何も言わなかった。私が口で言うより、あんたの方でそれを感づくと思ったわ、と、おフさは続けた。あんたは、ずいぶん女を知っているんでしょう。だから、あたしが、どんな話をしても、あんたには、体で嘘が見抜けると思ったのよ。サンタは、ちょっと間を置いて聞いた。どうして、そんなことを言い出すんだ。本当のことを聞いてもらいたかったの。これっきり別れるんですもの。本当のあたしを知っておいてもらいたかったのよ。親兄弟のないのも嘘か。 兄が一人いるわ、調布というところでお百姓をしているの。そこへ帰るんだな。あたし嫁にやられた家から飛び出したのよ、そんな土地へのこの子帰れると思って、まっらだわ、そんなこと死んでもごめん、こをむるわ。サンタは口をつぐんだ。宿のものが起きたのだろう、ひを開ける音がし、勝手と思われるあたりで、人の声が聞こえ始めた。大磯で泊まったときのこと、覚えてるとおふさがささやいた。あたしが、こんなこと初めてよ、って言ったこと。 たたを怒らせたのが悲しくなっって、て廊下へ泣きに出て行ったこと。恥ずかしい、バカだわ、あたし、こんなこと決して言うまいと決めていたのに、どうしたんでしょう、ああ、恥ずかしい、そして、サンタの背中へ顔を押し付けながら言った、お願いだから聞かなかったことにして、ね、今のこと忘れちゃってちょうだい、お願いよ。サンタがやわらかに言った、覚えて、色の忘れちまえだの、お前は、難しいことばかり言うぜ。あんたのせいよ、ヤグの中から言うため、おふさの声は、 鼻にこもったように聞こえた。あんたに会うまでは、こんなことはなかったわ。本当に、こんなだらしのないところを見せたことはなかったのよ。早くいい相手を見つけるんだな。背中を向けたままサンタが言った。お前は、いい神さんになるよ。あんたはダメなのね。もう一度言うが。女房持ちとおふさが言った。あたし、こう見えても、真の強い方よ。大事にするんだな、とサンタが言った。俺は、もう一度眠りするぜ。2の6。 住野川岸の小助け店という長屋から出てくると、子供が駆け寄って、おじちゃんと呼びかけた。振り向くと、子供はニッと笑い、逃げ腰になりながら、俺腹が減っちゃったんだよ、と言った。よう、どうしたと、サンタが言った。おめえ、こんなところにいたのか。遠野沢から下がった、三枚橋のところであった子供である。あの時と同じボロ置き、城の帯には出しで、こじきというよりも、山から迷い出てきた熊の子、といった感じだった。 あの女の人一緒じゃないね。腹が減ってるって言ったな。子供は、首を振った。そんなでもない。箱根でもそう言ってたぜ。誰にでもってわけじゃないさ。と言って、子供はサンタを見上げた。おじちゃん、探す人がいなかったらしいね。いなかった。おめえ、俺が、人を探しに来たってことを知ってるのか。おじちゃんが聞いてるのを聞いちゃったんだ。これからまた大賀町へ戻るのかい。君の悪いやつだが。 大賀町のの時かか。らつけていたのかずっとだよ、沼津からずっとさ、おじちゃん気がつかなかったのかい。サンタは、子どもの顔を見つめた、大磯でも、藤沢でもか。神奈川じゃ柏屋で泊まったね。驚いたな、どうして声をかけなかったんだ。女の人がいたもの。女は嫌いか、とサンタが聞いた。嫌いさ、女は、みんな、ガミガミ小言ばかり言うし、人を子供扱いにしやがる。 女には近寄らねえことにしているんだ、と子供は言った。作事は長屋を引き払った。今年の3月だという、お産に男ができて、作事は叫びたりになり、お産がいなくなった。作事は、狂ったようにお産を探し回ったが、見つけ出したのかどうか、彼もまた長屋を飛び出してしまった。日本橋の魚河岸で、カルコでもしているらしい、その辺りで酔いつぶれているのをよく見かける。長屋の者はそう言っていた。はじめに大賀町を訪ねたが、 作児の女房は何も言わなかった。そこも、一と間切りの長屋で、これという家財道具はなく、ガランとした薄暗い部屋の中で、作児の女房は花を作りをしていた。元は、器量良しだったろう、目鼻や顔立ちは整っているが、哀れなほどやつれて、首や手などは、乾いたた木のように細かった。作児は、住みや岸の小助店にいる、そういうだけで、あとは、何を聞いても返事をしなかった。 七つと五つくらいの女の子に、よちよち、歩きの男の子がいた。三人兄弟なのだろう、三寸ばかりの竹切りを使って遊んでいたが、誰かに内緒でやっているように、動作も静かだし、何か言うのもひそひそ声であった。女房も三人の子供たちも、姉妹までサンタを見ようとはしなかった。東は、東だろうな、水とは、と、子供は歩きながら話していた、江戸から見ると北かな、おじちゃん東海北海。何が、サンタは、 我ににっったたように振り返った海とか、そうさ、東北かなそっちは水戸までしか行かなかった、西は、すまってところまで行ったけどさ、今度は、俺仙台まで行ってみようと思うんだ。うちや親たちはどこなんだ今話したじゃねえか、聞いていなかったのかい、子供は、舌打ちをした、牛年の大水でみんな死んじゃっただろう。俺は、七つでさ、町預けになったけれどつまんねえから、きっぺと二人で逃げ出したんだ。それから、 ずっとそうやってるのか。結構面白いぜ、と、子供は続けた。寝たくなれば、好きなところで寝るし、行きたいところがあれば、どこへでも行けるしさ、小言を言われる心配はねえし、使いや用をさせられることもねえんだから。腹はいつも減ってるんだろう。あれは単価だよ、これと見当をつけた人があると、あれをやるんだ。腹なんか減っちゃあいねえ、銭が欲しい時だけさ、そこで、子供は、子孫らしく体側をついた。きっぺのやつは、引っ越しがねえのよ。 3年目になったらくたびれちまったって、畳と布団が恋しくなったなんて、駿河の府中ってとこで不けち、舞い上がった。ふん、今頃は、どこかで、樽広拾いか小森でもやらかされてるんだろうさ。こっちは、一人になって帰ってサバサバしたけどね。そんなことをしていて、役人につかまりゃあしないか。悪いこともしねえの2回、子供は、小さな肩を揺り上げ、ふんと鼻を鳴らした。大抵、絵の役人とはもう顔なじみなんだぜ。箱根の関所なんぞ、役人の方から挨拶してくれるよ。 大したご異性だな大名並みとはいかねえさ子供は舌を出したが急に立てちょうったおじちゃん飯田屋へ帰るのか荷物が預けてあるんだ女の人が待ってるんだねいやーしないあれとは今朝一緒に出て別れたよほんとかい本当だまた一緒になるんだろうどうしてとサンタが聞いただってそんな気がするものあの女はくっついてはなれねえと思うな と子供は言ったそんなことが気になるのか。俺は女が嫌いだって言ったじゃねえか。だからどうだって言うんだ。子供はしばらく黙って歩いた。そして、よく考えていたというような口ぶりで、恥ずかしそうに言った。俺もね、もしなんだったら、ねえ。だが、サンタはもう聞いていなかった。削除のところから出て行ったとすると、おさんを探す手がかりはないと思った。しかし、そうではない。 作事は、気違いのようになって、二人を探し回ったという。それから仕事もせずに、叫びたり、ついには長屋へも帰ってこず、魚菓しで軽子のようなことをしているということだ。ことによると、作事は、お産の居所を知っているかもしれない。そうだ、探し当てたと見る方が筋が通る、二人の居所を突き止めたが、お産を連れ戻す望みはなかった。それですっかりぐれだした。おそらく、そんなところだろう、とにかく作事に当たってみることだ。 とサンタは思ったお前なんて言うなだ。俺のか子供は、さもうんざりと言いたげに首を振った、おじちゃんは、なんにも聞いてねえんだな、さっきそう言ったばかりじゃねえか、遺産だよ、イサブローってんだってば。悪かった、そう解散だったけな。もう一つの方も忘れたんじゃねえのか。何のことだ。あれだ、どうもおかしいとは思ったよ。あんまりよしよし言うもんだから、子供だと思ってバカにしてたんだな。怒るなよ。 考え事をしていたんだと言ってサンタは縦長打った。おめえ俺に頼まれてくんねえか。自分のことで頭がいっぱいなんだな。そっちの話も聞くよ、もう一度言ってみてくれ。俺の方は後だと、イさんは、小生意気に片手を振った、おじちゃんの方を先にするから、よう言ってくんな。2の7、その夜の10時過ぎ、サンタは、魚菓子の外れにある吉兵衛という居酒屋で飲んでいた。前の年に、飲食店の時間に、 厳しい制限が震え出され、もちろん、裏はあるには違いないが、この魚河岸はまるで別格のようで、票も開けたまま、軒上鎮もかけたまま、客は遠慮のない小声で、笑ったり歌ったり、はやし立てたりしていた。どうするのさ、と脇に腰掛けている遺産が、ささやき声で聞いた、何を待ってるんだい。サンタは左手でそっと、遺産の腕を押さえた。遺産は黙った。作事は、まだシラフのように見えた。 がが半日かりりで聞き回り毎晩必ずこの吉兵衛へ現れて飲みつぶれるということを探り出したのだサンタは8時頃にここへ来て酒を注文しイ産は飯を食べると飛び出していった作事の来るのを見張るのだそうで彼は自分の頼まれたことに大きな責任と誇りを感じているようであったサンタはあまり飲めない方だがこの賑やかな広い店の中ではなめるような彼の飲み方もそれほど目立たずようやく 二本目に口をつけたとき、産が戻ってきて、作事の現れたことを告げた。俺が家出てるよ、と遺産が言った。こういうところは俺にはまずいんだ。みんな宮や上がるからね。いいだろう。サンタはうなずき、遺産は出て行った。作事は、壁際に並べた半台の端に、一人は慣れて腰をかけ、突き出しの小皿を二つ前にしたまま、ゆっくりした手つきで飲んでいた。年は、三十六十七、油気の抜けた灰色の顔に、 目と頬が落ちくぼんでいた古びた印飯店に桃引き糸口の緩んだわらじを素足にはいていたこの店には女家はなかった十二三から四五くらいまでの小僧たちが六人異性のいい声で注文を通したりすばしこく酒魚を運んだりしている作事はいい客ではないらしく見ていると幾度も呼ばなければ小僧たちは近寄らなかったし注文を聞いても後回しにされるようであった作事が 監督りを逆さまに振り、酒をしたものを見て、サンタは立ち上がった。近くにいた小僧を呼んで、向こうへ移りたいというと、小僧は首を振った。店の定めで知らない客同士が、酒好きのやり取りをすることは断ると答えた。いや、あの男は知り合いなんだ。久しぶりで飲むんだから頼む。これは、打ンだと言って、いくらかの銭を握らせた。そして、酒と魚の追加を命じ、柵の脇へ行って声をかけた。 そうだと答えて、作事は目を上げた。オラ、作事だが、何か用か。ちょっと聞きたいことがあるんだと、サンタは穏やかに言った。飲みながらにしよう。ここへかけてもいいか。作事はあごをしゃくった。サンタは腰をかけ、小僧が、サンタの酒魚を持ってきた。作事は、無表情に、ぼんやりと前を見合っていたが、新しい酒がき、サンタがしゃくをしてやると、飢えたもののように。 4つ5つ立て続けに飲んだ。それから初めて、今飲んだ酒に気づいたという様子で、サンタの顔を見ていった。オラーからっけつだぜ。大したことはないさ、と、サンタは、尺をしてやりながら言った。まずくなかったらやってくれ、きっとは持ってるんだ。この店は夜明かしやるんだ。そうだってな、俺は強くはないが、おめえのいいだけ付き合うぜ。おめえの尺は下手だな、と、サクジが言った。とっくりを置いてくれ、手弱でやるから。 じゃあ、命名にしよう。打ンが効いたのか、小僧が、魚を2品ずつに、酒を4本持ってきた。それを見た途端、ん、作事の目が、生き生きと光を帯び、落ちくぼんだ方にも赤みがさすように感じられた。いいのか、親方、と作事が言った。これは、高い方の酒だぜ。大丈夫だ、心配はかけないから飲むだけ飲んでくれ、とサンタは答えた。こんなことは、久しぶりだ、いや、魚はいらない。 このうちで食え店のカツオの塩辛はちょっとしたものだが、この酒には合わない、魚はこの信仰だけで十分だ。作事は、そんなことを言いながら、こうのものにも箸はつけず、いかにも、うまそうに酒だけを飲み続けた。聞きたいことがある、とサンタが話しかけたことは忘れていたらしい。二号の監督栗を四本開けるまで、サンタには、わけのわからないことを、休みなしに、一人で喋り、一人で相づちを打っていた。 そして、五本目に口をつけたとき、初めて思い出したように、杯を持った手でサンタを指差した。おめえ、さっき何か聞くことがあるって言ったようだな。大した話じゃねえ、おさんのことだとサンタはいい、言ったことを打ち消すように酒を勧めた。まあ一つ行こう、たまに、一度ぐらいは尺をさせてくれ。親方とどこであったっけ、八木橋か。親方はよしてくれとサンタが言った、都市から言ったって、おめえの方が兄貴だ。 サクアニーと呼んでもいいか。都市のことを言ってくれるな、サクジは、左手で頬杖をつき、顔をゆがめた、おさんか、と、サクジは、遠い面影を追うような目つきでつぶやいた。あんな女は、この世に2人とはいねえな。可愛いやつだった。頭のてっぺんから足のつま先まで、可愛さってものがぎっちり詰まってた。ほんとだぜ、この世で、またとあんな女に会えるもんじゃねえ。一生に一度、おさんのような女に会ったら、それでもう死んでも思い残すことはねえと思う。 本当だぜ。作ジの全感覚におさんの記憶がよみがえってくるのをサンタは認めた。一生近い酒の酔いで感情も脆くなったのだろう、作クの落ちくぼんだめから突然涙が頬を伝ってこぼれ落ちた。彼は初めておさんと会った時のことを話した。雪の降る日、九段坂の途中でおさんが足田の鼻を切って困っていた。作クは自分の手ぬぐいを裂いて鼻をすげてやり、 それから淡路町の鳥屋で一緒に飯を食べた。時間にすれば半時くらいだが、鳥屋を出た時には、二人は、もう互いにのぼせ上がっていた。あたしを、あんたのものにして、と、初めての番号さんは言った作事は、頬杖をついていた手で、ぎゅっと顎をつかんだ。身も心も、残らず、あんたのものにして、決してあたしを離さないでちょうだいって、こっちの骨がきしむほど、手足でしがみつきながら言った。作事は目をつむった。 サンタは黙っていた。作事は自分の階層に全身で浸ってい、そこにサンタが聞いていることなどは、全く意識にないように見えた。周りの客は絶えず変わっていた。腰を据えて飲んでいるのは、2た組か三組で、他の客は、あっさり飲んですぐに引き上げる、さあ、中へ飛ばそうとか、そろそろ川を越そうかなどという声も聞こえた。入れ替わってくる客も大抵同じようで、遊びに行く下ごしらえに飲む、という風であった。 おら、オラー女房子を捨てた、おさんも、それまで一緒に暮らしていた、男を捨てたと、作除は続けていた、俺が真剣だったのは断るまでもねえ、おさんも真実俺が好きなようだった。だが、あの時になると、いざという間際になると、おさんは、夢中で、男の名を呼び始める、俺の知らねえ男の名をだ、それを聞くと、途端に、俺は、ム全体が凍っちまうように思った。新しい酒が来た。サンタが、削除の前へ置いてやると、彼は、 汁ワンを取っって、中の者はすっかり土前開け、酒をその汁わんへ注いで煽った。男にとってこれほど痛いことがあるか、オラーカットなって、叩き起こしてお産を責めた悪党が、と、作くはうめき声を上げ、左手で髪の毛をつかみしめた。この悪党が、お産を殴り、叩き倒し、足毛にかけた、かわいそうに、お産は謝るばかりだった、自分では何も知らない、そんな男の名は知らない、夢中でわけがわからなくなっただけだ。 あんたのほかに未練のある男などはいない、どうか堪忍してくれって。やっぱりそうだったのか、と、サンタは、心の中でつぶやいた。あの、玉揺らぐ一瞬のありさまが、細かい部分まで鮮やかに思い出される。お産の体に現れる異常な闘水や、激しい呼吸や叫び声などが、そこにあるもののようにはっきりと感じられる。それを、この作事も味わったのだ。作事のその手や肌が、お産の肌を愛ぶしだきしめ。 思うままにしたのであるそう考えながら、サンタの気持ちには、憎しみも嫉妬も起こらなかった。お産も哀れであり、作事も哀れだった。ことに作事は男同士だから、深く傷ついた心の耐え難い苦痛、というものがよく分かり、できるなら、手を握って慰めてやりたいという衝動さえ感じた。いつ、どうして、そんなことになったのか、オラは知らなかった作事は話し続けていたあるる日俺が帰っってみるとおさんはいなかった。 百日足らずの暮らしで、着物も二十三枚、帯も二本作ってあった。もちろん、他にも、こまごましたものがあるのに、みんなそのままで、何一つ持ち出してはいない。だが、俺には、おさんが家出をしたなとすぐにわかった。仕事がいたまえだから、帰りの遅くなるのは普通だが、その日は、酔いの八時前だった。真っ暗な家の中へ入って、安頓に火を入れたとき、きちんと片付いた、人気のない部屋を見回した途端に、ああ出ていったな、と俺は思った。 そこまで話して、急に、作事はサンタの方を見た。今目が覚めた、と言ったような目つきで、自分の持っているシルワンを見、またサンタの顔を見た。おめえ誰だっけ、と作事は聞いた。おさんの兄だとサンタが答えた、おさんの居所を探しているって、さっき言ったじゃあねえか。そうか、作事は、頭を垂れ、垂れた頭を左右に振った、おさんなら、三夜の夏目店にいるよ、男の名は、岩吉。 マムシというああだだ。名のある遊び人だどうして探し当てた忘れちまった作事は、昼晩の酒を飲んだが、酒は、口の端からこぼれて、桃引ひきの膝を濡らした、忘れちまったが、おさんのような女の肌を知った男なら、誰だってきっと探し出さず、にゃあおかねえだろう。現に、そうよ。現に、杉谷川岸の長屋へも、男が探しに来た、牛込めの方で、おさんと暮らしていた男がな、まるっきり白地みてえになってたが、 それでも、どこをどうたぐったものか探し当ててきた、おさんはそういう女なんだ。それで、兄は、連れて帰らなかったのか。ああと、作事は、目をつむり、ほとんど聞き取れないくらい低い声で言った、俺を見たおさんの目で諦めた、男が邪魔をしたら、たたっ殺しても、おさんを連れ戻すつもりだった、懐に刃物を隠していったんだが、おさんの目は、他人の目だった、俺を忘れたんじゃねえ、覚えてはいるが、全く縁のねえものを見る目つきだった。 一緒になって三四十日たってから、時々、そういう目つきをすることがあった、俺の顔をじいっと見つめている、どこの人だろう、といったような目つきで、そこに、俺という人間のいることが、ふに落ちない、といったような。サンタは、彼に尺をしてやり、それから、静かな声で言った。大賀町の家へ帰る方がいいな。作事は、ゆっくりサンタを見た、大賀町がどうしたって。おかみさんや子供たちが待ってる、そっちの蹴りがついたんなら。 いい加減にうちへ帰る方がいいと思うがな。死人にうちがあるかと、作事は言った。俺は、死んじまった人間だ。ここにいる俺は、と、彼は、右手で、自分の胸を掴んだ。この俺は、死骸も同然なんだ。それがおめえに分かるか。とにかく、大賀町ではみんなが待っているぜ。おめえ、なんてえなだ。ふっと、作事の目が光った。さっき誰だとか言ったっけな。あいつの兄貴だよ。作事は突き刺すような目で。 サンタの顔を凝視してい、それから歯を見せて冷笑した。言うことは同じだな、と、サクジは、歯の間から言った、何番目の男だ。サンタは、自分の杯に酒を注いだ。おめえは、おさんの何番目の男だと、サクジが潜めた声で言った、おい、聞こえねえのか。聞いてるよ、酒がこぼれるぜ。サクジは、汁あんを見、震える手でそれを持つと、七分方は言っている酒を、一度息に飲み干した。 サンタは潮時だと思い、小僧を呼んで、感情を命じた。作クは口の中で何かつぶやきながら、ふと立ち上がって、土間の奥の方へふらふらと歩いていった。サンタは感情を済ませた上、作事がもっと飲みたがったら飲ませてやるようにと言って、いくらかの銭を渡した。あの人は、どうせ朝まで動きませんがね、と小僧は言った。でも、こんな時刻になって、親方は家へ帰れるんですか。 ゼニが口を聞くからな」と、サンタは言った、あの男を頼むよ。サンタは外へ出た。小網町まで行けば知っている船宿がある、そこで泊まってもよし、船出回って、飯田屋へ帰ってもいいと思った。吉兵衛を出て、ほんの45軒歩いたとき、後ろからサクジが追ってきて呼びかけた。おい、ちょっと待ってくれ、話していことがあるんだ。サンタは立てちょうって振り向いた。サクジは喘ぎながら近寄ってきた。すると、すぐ、 右手の方で、おじちゃん危ねえと、イさんの叫ぶ声がし、作事がサンタに襲いかかった。サンタの目には、その動作が、枯れ木でも倒れるようにぎごちなく、ひどく緩慢なものに見えたが、実際には非常にすばしこく、無意識にひょいと身をひねるとたん、サの手が、サンタの反転を引き裂き、その肩が激しくぶち当たってきた。サンタは、その力に打たれてよろめき、よろめいたまま横へ飛んだ。その時、作サの顔へ小石がバラバラと投げつけられ、 おじちゃん逃げなよと遺産の叫ぶのが聞こえた。作事は左手で小石をよけながら右手を上げた。その手に出馬包丁があるのを見、投げるつもりだと直感したサンタは素早く身をかがめながら走り出した。今か、今かと背中へ包丁の突き刺さるのを予期しながら、雨戸を閉めた柳の位いの木下伝たいに彼は夢中で走った。後ろで二度ばかり、作事のわめき声がし、相当に距離ができたとわかったが、それでも。 なお懸命に走り続けた。バカなやつだと、走りながらサンタはつぶやいた。なんて哀れなやつだろう。2-8、小網町の川岸にあるその船宿、船生を出たのは、明くる日の九時頃であった。サンタの知っていた女主人は、おととし死んだそうで、おとよという娘が婿を取り、前より繁盛している様子だった。大重を継ぐ人はいないんですが、朝飯の後、避けた斑点を繕いながら、おとよがそう言った、ひいきにしていただいた皆さん。 どなななたもお見えにならないんですよ。どうぞ、まいりちゃんだけは、またいらしてね。そこで慌てて、口へ片手を当て、肩をすくめながら、はじみ笑いをした。ごめんなさい、いい親方になったのにまいりちゃんだなんて、つい小さい時の癖が出ちゃったんですよ。まいりちゃんか、懐かしいな、と、サンタは微笑した。長いことそう呼ばれたことはなかった。それを聞いて、初めて、江戸へ帰ったという気持ちになったよ。まさか怒ったんじゃないでしょうね。まいりちゃんか、と、彼は。 また言った、落ち着いたらやってくるよ、親方なんてええじゃあねえ、これからもずっとそう呼んでもらいたいな。三夜へ行くと言ったら、およは船にしろと進めた。しかし、サンタは、それを断って、船製の店を出た。時刻が9時過ぎなので、道にはあまり人通りがなかった。サンタは、両国橋の方へ歩いて行きながら、時々後ろへ振り返った。遺産が出てくるかと思ったのであるが、遺産も現れないし、 作事の姿も見えず、浜町の手前で戻り、籠を拾い、そのまま山野へ向かった。夏目店は山屋町ではなく、ずっと、はずれの山屋浅草町にある長屋だった。そこから先は家がなく、茶色に実った稲田の間を、乾いた道が千住の方まで続いてい、潮木場や火葬寺の林などが眺められた。長屋は橋棟あり、岩吉の板川すぐに分かったが、そこには、別の者が住んでいた。その女房は、 何も知らず、サハイを教えてくれたので、通りへ戻り、小さな荒物屋をやっている助けの店を訪ねた。サハイの助けモルスで、50、67になる女房が袋張りをしていた。岩吉のことを聞くと、女房はぎょっとした様子で、袋張りの手を休め、疑わしげに、サンタの顔を見守った。あなたはどなたですと、女房はとがめるように聞き返した、親類の方ですか。まあそんなところだが、おさんという神さんがいたでしょう。いましたよ。 いいおかみさんでした。岩吉なんていう男にはもったいないくらいいいおかみさんでしたよ。二人で引っ越したんですか引っ越しですって、女房は、びっくりしたような目つきになった。じゃあ、あんたは何も知らないんですね。女房の口ぶりに、サンタは、不吉なものを感じて、すぐには言葉が出なかった。女んは殺されましたよ、と女房は言った。ええ、岩吉のやつにね。サンタは唇をなめた。殺されたと、彼は眠そうな声で。 ゆっくりと反問した、おさんが殺されたっていうんですか。7月中旬でしたかね、おかみさんが男を作ったとかなんとか、やきもちのあげくってことでした。皮脂でごところも刺されて、外へ逃げ出したところを、追って出た岩吉のやつにまた刺されて、井戸のところで倒れたまんま死んだんです。サンタは、鋭く顔を歪め、右手を拳にして、太もものところへ押し付けた。岩吉は、すぐに自首して、今は、石川島の牢にいるらしい。 やがて八条へ送られるという噂である。おさんは身寄りのものがわからないで、魔刑事の無縁墓へ葬った。女房がそう話すのを、黙ってうなずきながら聞き終わり、間もなく、サンタはその家から出た。全く思いがけないことでもあり、また、そんな結果になるだろうと、心のどこかで予想していたようにも思えた。結局、おさんは、一人で災いを背負ったんだが、歩きながら彼はつぶやいた。俺はこうして生きている。俺はいつも逃げた。 おさんからも逃げたし、ゆうべは作事からも逃げた、みんなは逃げなかった、おさんは殺されるまで自分から逃げなかったし、作事はあんな姿になるのもいとわなかった、そして岩吉は今寮にいるというし、牛込の方の男は白痴のようになってしまったそうだ。サンタは縦腸を打った。籠が行き馬に荷を積んだ孫が行き浪人風の三人連れが彼を不審そうに見ながら通り過ぎた。神経児とか言ったな、しばらくしてそうつぶやき。 そのの自分の声で、サンタは、我に返った、確か神経けと聞いたようだと、彼は、自分を確かめるように、声を出していった、この近くだろうな、聞いてみよう。魔刑事は、そこから45丁先にあった。そこは、寺と寺に挟まれていて、あまりいい段下がないのか、小さな黒い山門も片方へかしいでいたし、境内には雑草が伸び、墓地には、石塔の倒れたままになっているのが目立った。クリへ寄るつもりだったが、 死んでから供養するのもそらぞらしいし、そんなことで、お産が浮かばれもしないと思い、そのまま墓地へ入っていった。無縁墓は隅の方にあった。土まんじゅうだけで墓標もなく、外側がざっと56本立っていた。サンタは墓を一と回りしたが、ふと足元の地面に何か目を引くものがあるようなので、注意してみると、小さな花が咲いているのに気がついた。そして、それが昼顔の花だと分かったとき、彼は、 ドキンと胸をつかれたように感じ、かなり長い間、口を開いたままで、ぼんやりと、その小さな花を見下ろしていた。1の6、ありがとう、覚えていてくれたのね。俺は、無縁墓の前にしゃがみ、摘み取ったヒルガオの花を、一輪、黒い土の上に置いた。あんたが、その花で起こったんじゃないってこと、今の私にはわかるのよ。でもあんたは行っちまったわね。俺は合唱しようとしたが、できなかった。 ただ頭を下げ、目をつむって、勘弁してくれと、心の中で謝った。あんたはいてくれなくっちゃいけなかったのよ。あたしそう言ったでしょ。あんたに捨てられたらめちゃくちゃになっちまうって。あたし泣いてあんたに頼んだはずよ。覚えてるよ。しかし、俺は、お前を捨てたんじゃない。きっと帰ってくると約束したし、帰ってくれつもりだったんだ。あんたは、あたしを話しちゃいけなかったのよ。あたしの体の癖を知っていたでしょ。あんたしは、あたしが。 こういう体に生まれついたことを幸せなんだって言ったわね、こういう体に生んでくれた親たちをありがたいと思わなければならないって、そうでしょう。そうだ、俺はその通りのことを言った。けれども、よく考えてみれば、そうではない、そういう体癖は、かえって、不幸のもとになった。おさん自身でもどうにもならないその体が、おさんを滅ぼす方へ押し合ったのだ。あんたがいてくれれば、こんなことにはならなかったのよ。いや、 それはわからない、真実俺は我慢ができなかったんだ。あんたがよ、あんたは我慢ができなかった、なぜ我慢ができなかったのか、あたしにはわからなかったわ、なぜ訳を言ってくれなかったの、はっきり言ってくれれば、あの癖を直すことだってできたかもしれないじゃないの、どうして言ってくれなかったの、どうして。俺には答えようがない、ことがことだけに、どうにも口には出せなかった、1年か2年は慣れていれば、どうにか収まるんじゃないかと思ったんだ。あたしつらかったわ。 うんよくわかるよ。わかるもんですか。あんたは、その通りマスラオで生きている。これから好きな人をおかみさんに持って、親方とか棟梁とか言われるようになるんでしょう。あたしがあんたを忘れようと思って、男から男を渡り歩き、それでも、あんたのことが忘れられないで、また、次の男にすがってみてもダメ自分もめちゃめちゃになるし、相手の男たちもみんなダメにしてしまったのよ。このつらさ苦しさがあんたにわかってたまるものですか。そうだ、その通りかもしれない。 勘弁してくれ俺は、ようやくおさんと会っているような気持ちになれた。生きていたおさんよりも、もっとおさんらしいおさんと会っているように。するとおさんは優しくなった。あたし、あんたを恨んではいないわ。あんたと一緒になったとき、これでもう死んでもいいと言ったでしょう。あたし、あんたのおかみさんになって、一年足らずだったけれど、夫婦暮らしをしたんですもの。それで本望だったし、その後の私は、もう、この私じゃなかったのよ。死んだからもういいだろうけれど。 生きていたらあんたには会えなかったわ、江戸へ帰ってきても探さないでちょうだいって、いつか手紙をあげたわね、生きていたとすれば、たとえ、あんたがどう言おうと、あたしは決して会わなかったわ。俺は、そうはさせないつもりだった、無理にでもお前を引き取って、もう、一度二人でやり直す気でいたんだ。いいえだめ、この方がいいの、あたしは、こうなるように生まれついていたのよ、二十三で死んだけれど、人の三倍も生きたような気がするの、楽しさも、苦しさもつらさもよ。 お参りに来てくれてありがとう、嬉しかったわ。俺は、もっと頭を下げ、堪忍してくれ、と声に出していった。おさんは、もう何も言わないようであった。2の9、サンタが墓地を出ようとすると、傍らの雑木林の中から遺産が現れた。びっくりさせるな、サンタは本当に驚かされた。どうした、どこからつけてきたんだ。ずっとさ、遺産は、鼻をこすった、飯田屋まで行ってみて、いないんで。 今朝早く引き返してきたんだ。飯田屋へ泊まったのか。宿屋なんかに泊まりゃあしねえさ。寝るところなんざどこにでもあるよ。サンタは歩き出しながら言った。夕べの男はどうした酔いつぶれて道端へ寝ちまったよ。どうして俺を見つけ出した引き返してきて小網町まで来ると、後ろ姿が見えたんだ。声をかければよかったのに、俺もお前が来るかとまっていたんだぞ。迷ったんだよ。何を迷った 黙って言っちゃおうか、それとも別れを言ってからにしようかってさ。お前、ゆうべ何か言ったな、何か頼みがあるっていうようなことをうんやあしなかったか。もういいんだよ、忘れちゃってくれよ。話すだけ話してみろ。ゆうべは、あぶねえところを、お前のおかげで助かった、例というときざだが、俺にできることなら力になるぜ、話してみろよ、とサンタは言った。話しても無駄なんだがな、と、イさんは、考え深そうに言った。俺ねえ。 本当のこと言うと、もう十二になるし、いい加減に落ち着こうかと思ったんだ。そう気がつけば何よりだ。おじちゃんのこと好きだしさ、と、遺さんは続けた。できるなら弟子にしてもらってさ、半人並みでもいいから、職人になりてえって思ったんだよ。それが本気なら喜んで。いけねえんだと、遺さんは、首を振って遮った。それがだめなんだ。俺が、女は嫌いだって言ったのを覚えてるだろう。聞いたようだな。女がおじちゃんを待ってるんだ。 サンタはゾッとそうけだった。おさんが待っている、というふうに聞こえたからだ。サンタは、立てうって遺産を見た。誰が、待ってるって。箱根から一緒に来た女さ、と、遺産は、逃げ腰になりながら答えた。飯田屋へ行って聞いてみたらさ、おじちゃんが帰らねえかって、ばん頭が行っているところへ、あの女の人が出てきたんだ。あれとはちゃんと別れたぜ。俺を見て、あの女の人は怒鳴りつけた。お前、まだあの人にくっついてるのかい。 承知しないよってさ、イさんは、黄色い歯を見せて、大人びた含み笑いをした、私たちに近寄るんじゃない、わかったか言ってさ、おっかねえ顔だったぜ、おじちゃん。あの女とは、初めから話がついてるんだ、これから帰って、はっきり決まりをつける、あいつのことなんか心配するなよ。ダメだな、イさんはまた首を振った、俺は、ずっと街道暮らしをしてきたから、人間の良し悪しはわかるんだ、生意気言うようだけどさ、あの人は、おじちゃんから離れやあしねえよ、見てて。 みなどんなことをしたって離れやあしねえから。ちょっと待て、まあ待てったら。俺、やっぱり仙台へ行ってみるよ、イさんは、後ろ下がりに遠のきながら言った。その方が、まだショーに合ってるらしいからね、あばよ、おじちゃん。サンタは黙って見ていた。イさんは、もう一度あばよと言い、くるっと向き直って、千住の方へ駆け出した。彼の足元から、白っぽい土ぼこりが舞い立ち、小さなその体は、みるみるうちに遠ざかっていった。 お房が待っているかとサンタは口の中でつぶやいた「人間生きているうちは終わり」ということはないんだな。